クレメンス4世11月23日から1268年11月29日はローマ教皇。現在のフランスサンジル出身。本名はギフコア。太っていたのでデブとあだなされた。最初は俗人で兵士、弁護士を務め、フランスを類9世の秘書も務めた。結婚もしており、二人の娘を設けた。年代は不明ながら、 妻の死後に聖職者を目指して1256年にいるピュヤンブレ死境1259年にナルボンヌ大死境1262年には教皇ウルバヌス4世にイングランドの教皇施設に任命された。この時期、イタリアではシチリア王国を治める法シュタウ編長と教皇が対立、ウルバヌス4世もシチリア王。 マンフレーディとの対決に知性を費やしたが、1264年、避難先のペルーラで死去、年が明けた1265年に、コンクラーベでイングランドに滞在中のギーが選ばれたが、マンフレーディに囚われることを避けるため、変装して、イタリアへ戻った。マンフレーディへの対抗手段として、ルイ9世の弟、シャルル・ダンジュを呼び出し、1266年に、シチリア王冠を授けた。 シャルルもこれに応じて、ベネベントの戦いでマンフレーディを打ち取り、1268年に、イタリアに侵攻したマンフレーディの老い、コンラディーノモタリア骨ッの戦いで撃破、捕らえて10月29日に処刑、放援主タウヘンを滅ぼした。クレメンス四世はそれを見届けたかのように、11月29日に死去した。しかし、教皇の地位はこれで安泰になったわけではなかった。 シチリアの支配者が、ホーエンシュタウフェン朝からシャルルに変わっただけであり、その後の教皇は、シャルルの動向に左右されていくことになる。他の自責としては、中央アジアのイルハン朝、第二大藩アバカと交渉を持ったことである。フランスとモンゴルの同盟を持ちかけたが、最終的に失敗に終わった。これには、アバカが、東ローマ帝国皇帝ミカエル8世の娘マリアと、 結婚していたことも影響があるとされる。また、フランシスコ会員、ロジャー・ベーコンに著作をまとめるよう求め、ベーコンは1267年に大著作をクレメンス4世に送った。1268年には第三著作も送られたが、同年にクレメンス4世が死去したことにより、被護者を失ったベーコンは、フランシスコ会に投獄された。クレメンス4世の死後、 コンクラーベが開かれたが3年経過しても決まらず、ようやく1271年にテオバルドビス・コンティが選出され、グレゴリウス10世として即位した。ありがとうございます。